内部空気質圧を調整、全て異常な全員に告ぐ。このようなことを述べるのは不本意だが、連邦出身者との未許可の社会的接触は固く禁じられている。おや、驚いた。そのような交換を行った者はナイトキャプテン系のところへ行き、よく戻ってきた。除染処置お帰り。そう言ってくれる人がいて嬉しい。聞いてくれ、これまできちんとお礼をする機会がなかった。古い銃だが受け取ってもらいたい。これがあったから何年間も生き延びることができた。君のことも守ってくれるだろう。ありがとう、バラディ。よくある問題とは言えないが、君にとっても同じように役に立つことを願っている。まだここに自分の居場所があるのだろうか。あまりに長い間ここを離れていた。もう BOS に向いていないのかもしれない。でも焦らずにやってみる。君と、そしてチームの仲間のおかげだ。やり直すチャンスをくれてありがとう。ストロングトリでのモンスター退治について感謝をしなくてはならないようだな。ところで、資料はあったか？それとも調査パトロール隊への協力に興味があったのか？技術資料を見つけたよ。これはかなり期待が持てそうだぞ。間違いなくこの類の仕事のコツが分かっているな。約束していたキャップだ。連邦にはこれら技術資料がほぼ無限にある。それを忘れるな。パトロール中は全ての建物をくまなく調べるんだ。そうすれば大喜びするようなものが見つかるかもしれない。当ててみよう。キャプテン・ケルズが送ったんだな。行方不明の供給品について説明をしてもらえるとキャプテンに言われたんだが。もう少し人目のつかない場所で話そう。ついてきてくれ。ターミナルのここのセクションを主要供給倉庫に改築したんだ。 BOS の業務に必要なもの全てがここを通過する。プリドゥエンからの供給品、現地からの回収品、全てを取り扱っている。物流の詳細への閲覧は厳しく制限されている。さらにこの入り口から入ってくる全ての箱、全ての弾薬、全てのネジも記録している。だからそういう言いがかりに納得できないんだ。この隊の全ての兵士を知っている。彼らの忠誠心に疑問を持つ者がいるかと思うと吐き気がしてくる。質問があるなら聞いてくれ。もしそうでないなら邪魔をしないでくれ。サージェント、口を慎め。了解です。どこから調査を始めたらいい？やめておけ、時間の無駄だ。部下たちとすでに話をしている。何も見ていないと言っていた。ティーガンのスクライブがまた帳簿をめちゃくちゃにしただけだ。それでも事情聴取をすると言い張るならルシアとクラークに聞け。彼らなら少し時間を割いてやってもいい。ルシアとクラーク？ナイト・ルシアとイニシエイト・クラークだ。彼らはほんの数週間前にこの特殊部隊に配属されたばかりだ。二人ともまだここでのやり方を学んでいるところだが、すぐに仕事にもなれるだろう。あれこれ質問して誰かに迷惑をかけるなら彼らがいいだろう。行方不明の供給品について教えてくれ。スクライブの話を信じるとすれば20箱以上が不足している。全て食料だ。乾燥肉、即席ポテト、マカロニ&チーズ。意味がわからない。武器やハイテク機器を盗んでいるところを見つける可能性はある。だがうちの泥棒が一生分の肉詰めのために
わざわざ苦労をするというのか。物流部のことを教えてくれ。このユニットの責任者になって約10年だ。小さなグループでみんな仲がいい。そして BOS の運営を維持している。サージェント、今はこれでおしまいだ。悪いことは言わない。この辺を少し見て回ったらキャプテンに構わないでおくよう伝えてくれ。お互いに時間の無駄だ。泥棒のことでここに来たんだろう。いいか、知っていることは全てサージェントガビルに話した。ガビルとはもう話をしたって？彼はここのユニット全員の取り調べを行った。誰も何も見ていなかった。いいか、他のみんなと同じように真相を突き止めたいと思っている。何を知りたいんだ？ここのセキュリティの状況はどんな感じだ？ここは常に警戒態勢にある100の軍事基地のど真ん中にある。誰にも気づかれることなく何かが出たり入ったりすることはありえない。本当に基地がそこまで安全だと思っているのか？もちろん。それにたとえ供給倉庫にうまく入り込んだとしても、ここには常に勤務中のナイトがいる。気づかないわけがない。行方不明の供給品について教えてくれ。本当に何もわからない。噂は聞いたが、みんなも同じ。でもそれだけのことだ。どんな噂を聞いた？ステルスボーイを使ったレイダーたちが毎晩ターミナルを襲っていると聞いた。供給品は運び込まれる間もなく消えてしまうと。本当にくだらない話ばかりだ。普段は夜勤をしているが、退屈すぎて死ぬ可能性はあるな。物流部隊について教えてほしい。そうだな。どのくらいかな。今は10名かな。それぐらいだ。この部はプリドゥエンにいるプロクター・ティーガンの直属だ。サージェント・ガビルは通常業務を行っている。もう何年も彼が物流部を動かしている。サージェントの他にはルシア、私、スクライブたち、あとは実地の任務が合わなかったナイトが数名。ルシアは？失礼、ナイト・ルシアだ。一緒に BOS に加わった。きっと彼女は間もなくパトロール隊に配属されるだろう。自分はどうせここから抜け出せないんだ。イニシエイト、これで以上だ。かしこまりました。動線、どこにあるか教えてく。ああ、失礼しました。お会いするのは初めてですね。物流部のナイト・ルシアです。ナイト、何の用でしょうか？質問に答える時間はあるか？ああ、行方不明の供給品のことでここに来たのですね。役に立てるかどうか分かりませんが、何が知りたいんですか？ここのセキュリティはどんな感じだ？セキュリティは厳重です。少なくともナイトが2人、スクライブ1人が常に警備に当たっています。それに基地全体を把握しています。心配することは特にありません。このセキュリティ全てをくぐり抜ける方法はあるのか？そうですね、物流部の人間である必要があります。ここだけが供給品の搬入搬出の権限を与えられています。ですから何なのですか？はっきり言ってたくさんの供給品の箱を基地の外に運ぶのは不可能です。パトロール隊もこんなにいますし、誰かが気がつくでしょう。しかしそもそも盗む理由は何でしょう？ BOS は必要なもの全てを与えてくれます。連邦と関わりのある人間はここには誰もいません。わかりません。全ての辻褄が合いません。行方不明の供給品について何か知っているか？特に何も。ほとんどが食料だったとか、あと真空管？いや、何でもありません。それはなくしただけでした。真空管をなくしたのか。この辺ではどのくらい頻繁に物資が紛失しているんだ？どうも誰かがしまう場所を間違えたようです。クラークが次の日に見つけました。そういうちょっとしたことは実際に起きていますが、これまで大問題になったことはありません。サージェントは文句を言うかもしれませんが、プロクター・ティーガンとそのスクライブはとても徹底しています。一箱か二箱の間違いがあるかもしれませんが、こんなにたくさんはおかしいです。物流部での仕事はどんな感じだ？嫌な職場ではありません。サージェント・ガビルは厳しいですが、ここの仕事から学ぶことはたくさんあります。耐えられる人もいれば耐えられない人もいます。クラークのように。クラークはどうした？クラークとは同じ時期に BOS に加わりました。
2年くらい前のことです。ずっと友達でした。そう、最近までは。なぜだ、何があったんだ。あれは戦いが終わった。あの戦いとは。空港をかけた戦いです。実質的に初めての戦闘任務でした。あれはすごい光景でした。プリデュエンがベルチバードを護衛に引き連れて現れますし、銃は撃たれますし、二人とも地上に降りた最初のチームのうちの一つに配属されました。至る所にフェラルがいました。銃撃を開始し、奴らを倒し、さらには逃げようとする者を追跡しました。期待していたことの全てがそこにありました。ですがクラークはあれ以来変わってしまいました。まるで諦めたような感じで。あれ以降気がついたことがあります。一日に1回か2回彼が一人でこっそり抜け出しているんです。あまり気に留めていなかったんですが、彼の後をつけて何をしているのか調べることはできますか。勤務はあと数分で終わるはずです。取り越し苦労かもしれません。ですが彼のことが心配です。戦争は強い者を鍛え弱い者を潰す。ことの真相なら彼が初めてではない。大した手がかりではないが、どういう結果になるかやってみよう。どれだけ多くの戦いに勝ったとしても、また別の戦いが目の前に現れる。私のターミナルの廃墟、調査チームは倒壊したと言っていた。彼はこんなところで何をしているんだ。足元に気をつけて。
何を探せるかは誰にもわからない。忘れるな。
府に送り返す。ボルトンの皆さん、出てきたわ。気にしてる。準備完了だ。利口な兵士はいつも準備万端だ。
ち着いて。頑張れ。もう少し。ん？そこにいるのは誰だ？君か。イニシエイト。ここで何をしているんだ？行方不明の供給品を調査していた。どうやら見つけたようだ。畜生。慎重にやっていると思っていたのに。いずれ誰かに捕まる運命だった。こんなことを永遠に続けられるわけがない。白状しろ。わかった。この忌々しい供給品を盗んだ。一目瞭然だろ。物流部に属しているんだ。だからターミナルから供給品を運び出しても誰も質問さえしなかった。グールに食事を与えるために夜にここに運び込んだ。今のところはうまくいっている。うまくいってるとはどういう意味だ？なぜこんなことをしているか理由を聞かせてくれ。話せば長い。昔グールの友達がいた。君や私と同じように人間らしいやつだった。でも BOS はグールのことをアボミネーションだと言っている。彼らは全滅してもおかしくない。彼のことも殺すのか？彼がグールだというだけの理由で。彼はフェラルだったのか？何の違いがあるって言うんだ。彼らだってかつては皆人間だったんじゃないのか？ BOS に加わったのは2年前。その間一度も心情を疑うことはなかったし、疑問を持つこともなかった。でも空港をかけた戦いでグールが次から次へとやってきたんだ。それで殺してしまった。何匹殺したかさえわからない。グールは逃げ出し始めた。でも俺たちは攻撃を続けた。彼らを殺した。皆殺しにしたんだ。任務を果たしたんだ。ルシアも同じことを言っていた。でもやめることはできたはずだ。ただ追い払うだけでよかったはずだ。皆殺しにする必要はなかった。戦いの後考える時間が必要だった。そんな時にこの場所を見つけた。そしてグールもどうすればよかったと。報告すれば彼らは皆殺しにされる。放置すれば基地を襲うだろう。それで考えたんだ。食べ物を与えたら地下でおとなしくしてくれるだろうと。もう殺し合いをする必要はなくなるだろうと。どうかな。正しいことをしたと思うか？そう思うか？もうわからない。彼らをどうするつもりなんだ？何も言わないつもりだ。彼らをここに閉じ込め、人目に触れさせない限り誰にも知られることはない。それで私はどうなる？自首するべきだ。そうだな。キャプテンには決して理解できないだろう。でも名誉ある行動ではある。少なくともそのことに敬意を払ってくれるかもしれない。少し考えをまとめる時間が必要だ。先に行っていてくれ。エレベーターは隣の部屋だ。私のキーカードを使っていい。すぐに行くから。サージェントガビルからちょうど連絡を受けた。イニシエイト・クラークが全てを白状した。お礼を言わないといけないな。クラークの身柄を拘束し、廃墟の安全を確保するためのパトロール隊を派遣した。この上ない成果だ。報酬のキャップを与えよう。それと個人的な所蔵品の中からアーマーを授けよう。大切に使ってくれ、ナイト。
全体メッキ強度良好、調整の必要なし。システムデルタは 100%。 ケルス、補助デルタは待機中。ナイト、プリデュエンをいろいろと見て回ってどうだった？なんでプリデュエンという名前なんだ？エルダーマクソンによると歴史小説から取ったらしい。王になることが運命づけられた男の話で、その男が自らの民を独裁と圧政から解放する旅が描かれている。このような素晴らしい船にぴったりだと思わないか？とても立派だった。そうだ、技術の賜物だ。 BOS の切れ者たちがこの船をデザインするのに2年以上、工事に2倍以上の月日を要した。プリドゥエンはどこで作られたんだ？ワシントン DC のわずか外れにあるアダムス空軍基地で建造された。エンクレイブを倒したから大量の廃棄部品や回収可能な部品がそこにゴロゴロ転がっていた。部品を集めるだけで最初の2年を費やし、残りを組み立てに費やした。苦労した甲斐はあった。プリドゥエンのおかげで全ディビジョンを総動員することができる。エルダーマクソンの意のままにこの船をどこへでも送れるんだ。連邦でのこの船の存在が打倒インスティチュートの任務で勝利を飾ることを後押ししてくれる。 BOS は他にも飛行船を作っていたのか？この船ほど高度ではないが、だいぶ昔にウエストコーストで作っていた。それらの船の現状に関する歴史的記録は論議の的になっている。だが破壊されたと確信している。いずれにしてもプリドゥエンを見学したことでここでの生活に一日でも早く慣れることを願っている。この船の能力やここのクルーを知れば知るほど BOS の一員としてより長く生き延びるだろう。